今日はスパイス4種類使うんですけれども、はい、はい、コリアンダー、クミン、ターメリック、チリ。え、コリアンダーって、はい、パクチュー。あ、そうです、そうです。しかし、大丈夫です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 。墨春托在近期除了忙拍戏外，也不忘经营个人 YouTube 频道，不断挑战各式主题的大神。这回来到了香料的世界，要来尝试不同的新香料。なんで学んだ方がいいんですか？スパイスはやっぱこう男性にハマる要素が結構あります。男性にハマる要素。はい。スパイスがパラパラっと使えるとかっこいいみたいな。ちょっとモテ要素っていうのも入ってきて。あ、それかっこいいんですか？めちゃくちゃかっこいいです。何かを炒めてて、うん、炒めてて一回火に止めて、かっこいい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 、何もしてない、何入れてないってやって、うわー、これしかなと、あ、これかなっていうのをこうかけて、うん、はい、あ、いいですね、いいですね、それがかっこいい、かっこいい、かっこいい、完璧ですね、だって没想到大神在听到要使用的香料中竟然有大魔王香菜时超烟雾眼神抖了全场。今日はスパイス4種類使うんですけれども、はい、はい、コリアンダー、クミン、ターメリック、チリ。え、コリアンダーって、はい、パクチュー。あ、そうです、そうです。しかし、大丈夫です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 。種ですから、本当に、本当に信じてください、大丈夫です。パクチーの種です。一回ちょっと匂い嗅いでいただいて。日本名カメミソだよ爽やかな感じですね。おお、すげー安心する、安心。え、なんかコリアンダーとフルーティーな匂いがする。あ、そうですね、フルーティーな感じがします。うん、あの種だったら大丈夫。よかった、よかった、よかった。今、まあ、本当にかき混ぜながらコリアンダーって聞いた瞬間なんて思った。向き合うの結構時間が必要かも、うん、でも知ったら面白いよねっていう、うん、こうやって食うとうまいんだね、うん、そう。まあでも一番大事なスパイスは愛情ですよね。もう、ですよね。愛情は粉にもできないしね。